こんにちは、こんばんは、葵です。ファタモルガーナの館、38回目、始めます。いや、もうここのところね、もうアバターがね、安定しませんでしたね。いや、もう、でもね、ジゼルの容姿がね、もう定まった、今ね、もう翡翠色の瞳でしょう、ここは。うん。また変わるかも。いや、まあ、その時はその時でね。はい。ということで、続きを、どうぞ。ミシェルと共に暮らしてから10日余りが過ぎていた。共にと言っても顔を合わせる機会はあまりなくて、ひどい時は丸一日姿を見ない時もあった。食事時も時間をずらしているのか、あるいは自室で食べているのかわからなかったけれど、席を共にしたことなんてなかったし、もしかしたら意図的に私とかからないようにしているのかも。やっぱり避けられているのかしら。その理由はというか、ね、ミシェルの呪いの秘密は前回と一緒なんでしょうかね。それともなんか別の理由があったりするのかな。屋敷の主と使用人という立場なんだから、それは一緒のテーブルでご飯食べたりなんかしないだろうけど、でも何もあからさまに遠ざけなくてもいいのに。そんなに邪魔なのかしら。私悪いことしてないわよね。明るくしてるわよね。嫌われる理由ないとも思いたいんだけど。なんか嫌な女とか前回言われた気がしたけど。確かに最初の時から私がここにいるのを快くは思われていなかった。でも私だってここに行けとあの人の実家から言われた身なのだし、それに悪い方に考えちゃダメだわ。前向きにならなきゃ。そうよ、出て行けって怒鳴られたわけじゃないんだし、まだうまく付き合えていないだけだわ。そう、前向きにやっていかないと。前向き前向き、私らしく明るく。そう、明るいのはいいよね。時間をかければミシェルだって普通に接してくれるようになるはず。だから頑張らないと。そうと決まれば夕飯の支度をして今日こそは一緒に食べないか誘ってみないと。ああいうジメジメっとしたタイプには確かにこっちから行かないとダメなんだわ。よし、仲良くなるわよ。ジメジメっとね。と言ってもそろそろ食料が尽きそうなんだけど。困った。地下の倉庫には日持ちする食料が置かれていた。燻製だとか乾き物だとかチーズだとか、あとは少しばかりの根菜。まるで籠城してる兵士の気分やね。来るか届物。こんなものばかりで本当に彼は10年も過ごしてきたんだろうか。私なら気がめいてしまうけれど、10年このお屋敷から離れてないと彼はそう言っていた。でもやっぱり買い出しくらいには行ってるんじゃないかしら。だって食料がなくなったら死活問題なわけだし。さすがにね、お屋敷から一歩も出ないなんて。何を一人でブツブツといた。そっと来るんだね。やだ、聞かれてた。誰かと話でもしてるのかと。旦那様以外に誰か住んでらっしゃるんですか？お見かけしませんでしたけど。我々以外誰もいない。生きてる人間は。お化けがいるってことですか？似たようなものがね。やだもう、またそんな冗談言って。そんなこと信じちゃうお子様じゃないんですよ、私。子供でなくても信じるものは信じるでしょう。でも私、お化けとか悪魔とか、あと呪いとか、そういうのあんまり信じてないんです。ああいうのは神父さんがぼったくりたいから広まるもんなんです。言っちゃった。冒涜罪として教会に引き渡しましょうか？やだ、違います。ちゃんと毎日お祈りしてますから。まあ、どちらでもいいですが。なんかボケツッコミの、なんかうまい組み合わせみたい。部屋に戻ります。もう、
食料取りに来たんじゃないんですか？人の声がしたから来ただけです。待って、ちょっと待ってくださいってば。何ですか？食料が尽きそうなんです。いつもはどうなされているんですか？買い出しに行かれるなら私手伝います。もう？早いな。二人分ですから。うん、私が大ぐらいなわけじゃないわよね。あ、でもそんな気はするね。彼ガリガリに痩せてんでしょ。ミシェルの表情は暗闇に紛れてやっぱりわかりにくい。でもなんだか煩わしそうにされてる気がする。う、臆しちゃダメだわ。仲良くするって決意したばっかりなのに。あ、それパースニップ白人参ですか？ミシェルが拾ったのは枝分かれの激しいパースニップだった。疑問形になってしまったのはそれがもう今にも土に帰らんとするばかりの根の生えっぷりだったからで。あるじゃないですか、食料で。それを私に差し出す。ちょそれ食べる気ですか？明らかに日数が経ちすぎてますよね。絶対体壊しますって。いつもこんなん食べて無事なんですか？ジョブインだね。さすがに食べません。そちらは頑丈そうなので食べても無事かと。私を何だと思ってんですか？やっぱり性格悪いわ。それか腹を下せば何かを食べる気力も失せるかと。え、それ冗談ですよね。本気じゃないですよね。本気なの？とにかくそれはお外に埋めましょう。で、ちゃんとした新鮮な食材を買いに行きましょう。外には出ないと前に言ったはず。でもそれじゃあどうやって？え、誰かしら、お客さん？お、来た。ちょうどいい。使用人らしく働いてもらいます。荷を受け取ってきてください。置き配じゃなかった？もし荷を持たぬ前指とか何かなら追い出すように。え、に？あの旦那様？ちょっと待ってください。それどういうことなんですか？言えばいいのにね、ここで。言っちゃったし。何の荷なのかしら。定期的に置き配来るよってね、言っとけばいいのね。ミシェルは影に飲み込まれるようにして立っていた。一度だけ私を見ると玄関を開けろというように目線で扉を促す。指示されたように勘抜きを開け扉を開く。夕暮れ時のいくらか弱まった日差しとはいえ、10日ぶりに見る陽光はひどく眩しく、一瞬目の前が白くなって頭が痛くなる。お日様。何度も瞬きをし目を鳴らしていくと玄関の前には誰もおらず。もう行っちゃった？代わりに子供一人なら入れそうなくらいの大きな木箱が置かれてきた。これが、に？あの旦那様？暗闇の屋敷を振り返りミシェルを見る。彼は目線を合わせようともしなかった。やっぱコミッションだ。私と目を合わせたくないというよりまるで光を見たくないかのような素振り。本当に吸血鬼か何かのようだわ。そんなものいないと思うけど。それにしてもこれやばいもんじゃありませんように。ん、おも、あのちょっと手伝ってくれたりとかしませんよね。女一人で運ぶような重さじゃないわ。それは確かに私は使用人ですけど、ちょっと手を貸してくれてもいいのに。運び込んだら扉を閉めてください。彼はやっぱり私の方を見ずに感情のこもっていない淡々とした声で言う。はいはい。扉を閉めると暗闇の世界に引き戻される。10日余りしか経っていないというのに、この暗がりこそが本来あるべき光景に思えて、ここにいると私から光の世界が遠ざかっていくような気がする。やっぱりこもりきりは良くないわ。引きこもり良くない。今度お屋敷の周りでも散歩でもしようかしら。畑とかお庭を作ってもいいかも。おお、家庭菜園ね。うん、それがいい。
さっきのパースニップも埋めたら新しいのが生えてくるかも。他には何を埋めようかしら。お花の種でもあれば素敵なんだけど。何をしてるんですか。早くあげなさい。はいはい。あら、これって食料。木箱の中には麻袋に入った木の実、根菜、燻製、そしていくらかのパンと果物、ワイン。パンと果物以外は食料倉庫にあったものと同じように日持ちするものばかりだった。あ、そして麻袋に隠れるようにして潜んでいたのは一冊の本。月に一冊送られてくる。本当にこの人10年間も外に出ずに。事情が飲み込めたようですね。はい。でもどうして？だってこれを運んできた人は旦那様のご実家の方なんでしょ？使用人の一人でしょう、おそらくは。どうして声もかけずに行ってしまうんですか？呪われた人間と話したくもないのです。以前は顔だけは見たもんですが、最近はそれもなくなった。呪われてるだなんて。あ、呪いは信じないのでしたか。では別の理由でも考えておいてください。勝手に考えろみたいな。私が遠ざけられるに値するような理由を。例えば人を殺したとか、あるいは気が狂ってるとか。そんな。どうあれ私はまともではないのです。食料は倉庫に運んでおいてください。本は書庫へ。あ、結構重いっすよ。分けて運ぶ？もちろん全てを拒否してこの屋敷から逃げ出してもいい。運びます。そう、ではお願いします。まだ何か？いえ、本以外にも入ってるなと思って。これ何でしょう？布に包まれて。あら、絵画だわ。お部屋に飾るように用意されたのかしら。どうした？暗くてよく見えないのが残念ですけど、きっと素敵な。猿だ。え、なんか彼は久々に大声を上げたんじゃないか。それまで私から距離を置いていたというのに、彼は唐突に近づき、強引にその絵画を私の手から奪った。暗がりに溶け込むような彼の表情は、今まで見たことがないような歪みがあった。敵意？怒り？憎しみ？焦り？わからない。わからないけれど、一瞬で私をすくませるには十分なほどの負の感情がある。その絵が、その、どうか、出されたんですか？風景が。小さくつぶやくと、彼の表情はいつもの何を考えているか読めないような、あるいは何も感じていないかのような表情に戻った。それでも、その瞳は絵画の身に注がれている。食い入るかのようにじっと見つめている。何のために、風景画なんか、当てつけか？近くの景色じゃないな。旅行でも行ったのか？まあいい。娘の絵でないのなら、娘？旦那様？なんだ、まだいたんですか？まだって、いるに決まってるじゃないですか。荷物運べって言ったの、どこの誰ですか？何なんですか？いきなり絵を取り上げたりして、びっくりしました。どういうことか説明してください。絵がどうしたって言うんですか？あなたには関係のないことでしょう。関係ないって。関係あります。すごい剣幕でいきなり奪われたんですよ。謝ってもらったり、訳を教えてもらう権利ってものがあります。開けろって言ったから開けたのに、いきなり怒るし。あなたと私の立場は対等ではない。友人か何かのように勘違いされては困る。訳を教えてもらう権利？そんなものはあなたに存在しないはずだ。そんな言い方。言ったはずだ。嫌なら出て行け。あなたがここにいるのは私が頼んだわけではない。あなたが望んだ結果だ。私が望んだって？ふざけないね。望んだわけない。望んだわけないじゃない。
誰が好き好んでこんな僻地に送られたりするもんか。誰が好き好んであんな最低な出来事を。いけない、落ち着かないと。怒ってはダメよ。まだ何があったかは全くわからないよね。そうです。私が望んだ結果です。でもいきなり怒られたりこんな風に言い合ったりするのは望んでいないんです。私、あなたとの距離を縮めようと思ってたんです。仲良くなろうって。だってその方が一緒に暮らしやすいじゃないですか。楽しくやれるじゃないですか。いいですか、大事なことを言います。私に深く関わろうとするな。私について詮索をするな。それができないのなら出て行け。そんな、拒絶。彼の瞳、そして醸し出す気配は全てその言葉に収束されていた。どうして、なんでそんな風に拒もうとするの。そうか、こういう容姿だったね。ちょっとすっかり忘れてたけど。どうやらジゼルは本当に私について理解していないらしい。あの家から送られてきたというのに、月に一度届く荷のことを知らず、また私がなぜたった一人で屋敷に住んでいるのかも分かっていない。なんだ、本来説明されてるもんなのかな。しかしなぜ家の者は何の事情も話さなかったんだろうか。なぜ何も知らないというのにこの屋敷へと送り込まれたんだろうか。私を見つめるジゼルの瞳は、怯えや狼狽の中に疑心を潜ませているように見えた。心の内が透けて見えるようだ。そうだ、どの人間も裏に黒いものを抱えている。裏も表もない人間など存在しまい。彼女はどうせこう思っていることだろう。好き好んで一緒にいるわけじゃないと。その私に対する優しげで明るい振る舞いが作り物なのだと最初からわかっている。それがわからない愚鈍な人間だとでも思ったのか。冷めてるなぁ。同じだ、彼女も結局同じだ。だがわからないのは、それでもなぜこうまで突き放しても出て行こうとしないのかだった。この素直そうな顔の下で何を考えているのか、何を抱えているのか、腹に何を持っているのか。そう、それは全くわかりませんね。今誰しも何かを抱え、そして隠し、欺いている。この女の正体を見極めなければならない。一ついいですか。何でしょうか。以前あなたはこう言った。私の実家でドジをしたと。それについて聞きたい。あなたは私の家でボランジェで何をしたんですか。その瞬間、たった一瞬ではあったが、彼女のまとう気配が変わった。怯え、恐怖、いや違う、怒り、わからない。ただはっきりしているのは、そこに決して触れるなという拒絶だった。それかおそらくは敵意。彼女が浮かべた笑みもどこかぎこちなく繕ったものだとわかる。旦那様が気になさるものではありません。本当にちょっとしたことですから。あ、確かに繕ってるね。言えないのか。なぜ言えない。あの家で何をした。この女はあの家の何を知っているのだろう。私の何を知っている。ジゼルの明るい笑顔の裏には何かが隠されている。あなたと私の立場は主と従者そのものだ。だというのに言えないというのですか。だって別に大したことないんですもの。わざわざそんな。従者ごときの事情に旦那様を煩わせるわけにもいきません。何を隠してる。何も隠してなんていません。ならば言えるはずだ。あなたが私の家でやったことを、私に対してもはっきりと。だから、それは。いえ。ご自分は
ご自分は何も教えてくれないくせに、人にはそうやって求めるのですか？そんな脅迫まがいな言い方をして、あなたはさっきの荷物の訳一つ教えてくれないのに、私には言いたくないことを言わせようとするなんて。おお、やはり隠したいことがあるようだ。同じことを何度も言わせたいのか？お前と私は立場が違う。大したことがあるかないか、お前が隠したいかどうか、そんなことは私にとって関係がない。私が家と言っている。呪われた人間のもとへ、いわくつきの館へと送られるほどの他愛もないドジなど存在しまい。彼女がボランジェでやったこと、それが今彼女がここにいる理由につながっている。あるいは本当に何もしていないのであれば、彼女の利益がこの場所に、あるいは私にあるのだろう。そうであるならば口を開かせるしかない。家内で。ジゼルの見開いた眼差しがある種の感情を帯びて私に向けられる。知っている。この視線の意味を私は知っている。気持ち悪い。同じだ。過去にあったこと？私を恐れ、下げずみ、疎み、拒絶しようとする瞳。その態度、その声、すべて、同じだ。お前もどうせ、私が嫌なんだろう？私が怖いのだろう？私が疎ましいのだろう？私が憎らしいのだろう？君が悪いと。気持ちが悪いと思ってるんだろう？衝動に突き動かされるまま、私は、自分でも予想していなかったほど力を込めて、彼女の肩を掴んでいた。あ、じゃあ、触っても平気ということだね。いた、いや。ジゼルのクモンの顔が誰かと重なる。私は今、誰に怒りをぶつけているのだ。私の怒りは今、どこへ向かっている。誰が、気持ちが悪いと？え？いえ、誰が。内側から滲み出る衝動が、黒いものが、とどまろうとしない。女の声が私を下げずみ、女の瞳が私を否定する。その幻影が、現実が、私から離れようとしない。何？私そんなこと一言も。やめて、話して。私に触んないで。鼓膜を揺さぶるジゼルの絶叫と、私の手を勢いよく振り払うその腕に、意識が引き戻された。息を荒げ、自分の体を抱きしめるジゼルが目の前にいる。その瞳は変わらず私を拒絶していた。私に触れられることを拒む態度だった。あ、なるほど。違うんです、その。私びっくりしちゃって。だから。使用人が主に触らないでとはよく言ったものだ。その、あ、そうだ。私、あれなんです。あれ？私、その、人アレルギーみたいなもんなんです。これ、すごく特殊な体質みたいで。だからもうびっくりっていうか。ほら、猫とか犬に触ったらブツブツできちゃう人っているじゃないですか。私、それの一晩、で。で？その、ごめんなさい。本当に悪気があったわけじゃないんです。ごめんなさい。許してください。本心を言えばいい。え？あなたは今、こう思っている。私は謝る必要なんてないのに、と。そんなことは。苦い思いをしながらも、謝らなければならない。その境遇に多少哀れみます。何より先に手を出したのはこちらなのだからな。じゃあ、許してくださるんですね。それとこれとは話が別だ。さて、荷は運んでおいてください。私は戻ります。
何ですか？出て行けって言わないんですね、今の粗相で。ええ、だってやろうと思えばいつでも出て行かせられるようですからね。そう、それに彼女が何をしでかしたのかまだ聞いていない。だが彼女から直接情報を得るのは骨が折れるだろう。ならば取る方法は一つだけだ。忌々しい方法ではあるもの、母へと自ら手紙を書くしかない。実家に聞くのか。